第7装甲的弾兵旅団、ハンザ都市ハンブルクは、ドイツ連邦陸軍の旅団の一つ。旅団霊化部隊は主に、エルベ川とベーザー川間の地域に駐屯していた。1959年に、ハンブルクにて、旅団の編成が開始される。編成後、第3装甲士団霊化となる。1959年時点での旅団霊化部隊は、以下の通りであった。 1971年に第73総甲的弾兵大隊は解体される。第70駆逐戦車中隊はブレーメングレペリンゲンに駐屯し、ミュンスターの駆逐戦車学校の教育部隊となる。1980年に第71総甲的弾兵大隊は、第73総甲的弾兵大隊に改編され、混成の名称が追加される。 改めて第71装甲的弾兵大隊が再編成される。当時の旅団霊化部隊は以下の通りとなる。1989年には旅団司令部中隊、第70駆逐戦車中隊、第70装甲工兵中隊、第70整備中隊、第70補給中隊、第71装甲的弾兵大隊、第72装甲的弾兵大隊、 第73走行的弾兵大隊、第74戦車大隊及び第75走行砲兵大隊からなっていた。1993年、旅団は第3装甲師団の解体に備え、1994年4月1日に第6走行的弾兵師団の霊化となる。旅団は再編成の対象となり、解体された第8走行旅団の一部部隊を編入した。 その当時の旅団霊化部隊は以下の通りであった。1993年、編成外により、第32装甲的弾兵旅団に第73戦車大隊、第74戦車大隊及び第70駆逐戦車中隊が配転する。同年、旅団は愛称を与えられる。1996年に、旅団は第2防衛管区司令部、第1装甲師団の霊化となる。 2003年11月21日にハンブルクのレッティガー兵舎において解体式典が催され、旅団の全同士と愛称命名者は市民と別れを告げた。2004年3月31日に旅団は解体される。ありがとうございます。